すごい色ですね。これもうコーヒーのような、紅茶やコーヒーのような色をしています。これは泥炭から流れている水はもう大体こういう色をしていてですね、ここにもともと木の破片みたいな、クズみたいなものがいっぱい浮いているような状況です。一番大きいのは今はアカシアとユーカリの産業造林ですね。でそれは何に使うかというと基本的にはパルプ材になります。パルプ材なんですけれども、とっても成長の早い木なので場所によって5年ぐらいで植えて5年ぐらいで収穫できるような木になります。この20年ぐらいですね、火災が多くなったんですね。もちろん原因はいろいろありますので、最初はいろんな原因があるんだろうという話だったんですけれども、このもう10年ぐらいはもう間違いなくこの開発、この今までほとんど手つかずだった泥炭湿地っていうところを開発したことによって火災が多くなったと。で火災が多くなった理由にいろいろあるんですけれども、大きく分けると企業の開発と個人小農農民が自分たちで開発すると、これが相乗効果のようにどんどん広がっていって、この地域をもう景観を全て変えてしまったことが原因ではないかということが、もうコンセンサスがようやく取れるようになってきました。これ4メートルの高さで温度と湿度、風速風向を測っています。4メートルの高さと、1.5 メートルの高さで測っていてですね、この高さの差を計算することによって蒸発であるとかどのぐらい熱が入ってきたか、そういうふうなバランスを計算することができます。なのでこの地域においてどのぐらい雨が降ったってそれがどのぐらい蒸発したか、そういうのバランスで水位が決まってくるというような計算を行っています。そしてですね、これデータの転送システムをつけています。これも現地の SIM カードを使ってですね、1時間に1回日本にデータを送るようになっています。ここにカメラもついているので、例えばここら辺の状況がどのぐらいひたひたなのかとか乾いているか、こういうものも毎時間転送していまして、そういうのを誰でも見ることができるようなシステムを作っています。ここが太陽からの放射、あとは地面からの放射、こういうものを計算しています。これは何がわかるかと言いますと、太陽からどのくらいエネルギーが入っていて、どのくらい地表面に反射されて、あとは温度ですね。その地面があったかい時には地面から大気の方に温度、熱が上がっていると。で空があったかい時は逆に空の大気の温度から地面の方に熱が入っていくと、このようなバランスを計測することができます。これが放射関係で、こちらが温度と湿度計になります。温度と湿度を測っているのがセンサーがこの中に入っておりまして、周辺の温度と湿度を計算することができます。地面に入る熱を計算することができます。地面があったかい時にどちら側に熱が流れている、冷たい時にどちら側に熱が流れているかというような計算を行います。研究者としてなぜ火事が起きるのかというところから入って、私の場合は雨の降り方が専門ですので、雨の解析から始まって、で地下水や雨の変動がどのぐらいあるのかと、で年によってどんだけ変わるのか、場所によってどんだけ変わるのかということをメインでやっていたんですけれども、現在は大気汚染の物質であるとか水質であるとか、あとは疫学、その病院のどのぐらいの患者数が来たか、あと小学校でどのぐらいその休んだ生徒がいたかというような解析も行っております。私専門としては工学的なアプローチですので、そちらの方からは最新の技術を用いて
その火災がどこで起こっているか、もしくは火災がどこで起こりやすいかということを予報していきたいと思っています。今使っているのが気象レーダー、X 版のドップラレーダーというものを使っておりまして、それによって煙であるとか上昇気流がどこで起こったかということをほぼリアルタイムで検知しようと思っています。でもう一つはドローンを使っています。ドローンにも何種類かあるんですけれども、今あの広域で使っているのは低翼型フィックスウィングドローンという言われるものでして、あの時速70キロぐらい出るドローンを使ってその火災の場所を特定するというような活動を行っています。空が開けていると、でスカスカであるということが見えると思います。寒気だとですね、ここもうこんなに開けているとすごく乾燥するわけですね。乾燥して、例えばこういう葉っぱとかものすごく乾燥しますので、こういうものはすぐ燃えます。なので飛び火がもしここについたら、もうすぐここら辺が一帯が燃え上がるというような感じで、オイルパームはその収入とか生産量とかにとっては住民にとってとってもいい作物ではあるんですけれども、火事に対しては非常に弱いと。火災が起きた土地というのはなかなかその元の森に戻らないんですね。よくあるケースとしては、よくあるあの燃えやすい雑草であるとか、シダ類が生い茂ってそこにまた火がつくというので、できる限り燃えにくい木を植樹して、しかもそれを将来5年後10年後売ることによって、あの地域住民の生計を向上させるということを目指しています。それが一つ目で、二つ目はそれはあの気象学であったり火災防止の観点から言うと、何もないところはすぐ燃えるわけですね。乾燥もしやすいんですけれども、上に木があるだけでもだいぶ緩和されるというので、そういうふうな木を植えることで火災予防にも結びつくということを目指しています。自然現象と人間活動の相互作用であると、で天災でもあるし人災でもあるということにようやく、まあ、だんだん分かるようになってきました。これはどういうことかというと、自然状態でも起こり得ることが、例えば人間活動があのうまくその作用することによってそれが大きくなったり、その頻度が高まったりすると。なのでこれは全て天災とも言えないし、全て人災とも言えないところにいろいろと面白みを感じまして、でそれで自然現象のことだけやってても問題解決にはつながらないということがだんだん分かってきましたので、もうできる限り村人と関与することでその現状を変えていこうというような方向に今あの変えていっています。個別個別でうまくいってるんですけど、例えばじゃあ村だとか地域全体の防災という意味では、なかなかこれから道半ばというのが現状です。ただし、やはり若い人であるとか現地でこういう活動に協力してくれる方にどんどんその技術であるとか考えを伝えることによって、まあ、将来的にはもう僕らというよりは彼らが主体でやっていただくと。我々はどちらかというとその、まあ、どういう現象が起こっていて、じゃあどういうことをやったらいいのかっていうのを情報を提供する側になって、主体性をどんどんその現地住民に移していくことで、将来的には大きな広がりになっていくことを期待しています。